おはようございます。はい、ですね、今日は私はですね、日野のプラントにいます。で、毎日1動画をアップしようということで、今日私はこんなことをやってます。見て見て、ああ、ナタリア。Yes. Hi. Then, so today I editing the film about Natalia Valli. She is so super cute actress in Russia.私は今日はナタリア・バーリーさんのこのムービーを編集しています。で、I can't understand Russian language yet, but with Google Translator, I can change to Russian language to English.私はロシアの、言語は分かんないんだけど、こう音でね、今編集できるんですね。トランスレートできるんですね。で、Google トランスレートで、ナタリア・バーリーさんのロシア語を、英語に直して、で、こんな風に字幕をつけているんですね。で、日本語で、調べると全然出てこないんですけど、She is a very, very, very famous actress.All Soviet Union's people were love her. All generation. すべての、ソ連時代の、人々がナタリア・バーリーさんを愛しています。So Georgia, Ukraine, another Soviet Union's countries people also, because Natalia Valli played 62 characters in Russian cinema, Soviet Union cinema. なぜなら、Natalia Valli は62のキャラクターを、ソビエト時代の映画で演じたからなんです。で、So I have a dream. 私には夢があります。で、そう、ジョージアやウクライナの人もナタリア・バーリーをみんな知っています。She is so, so, so cute. とってもとってもとっても可愛いんですよね。で、I want to offer, actress work to Natalia Valli and someday I invite her to Japan.私は彼女を、仕事を依頼して日本に招待したいと思っています。So, if someone interested in this work, もしどなたかこの仕事に興味がある方がいたら、please help me. 私を手伝ってください。このように、今、こう、人に翻訳を頼むととっても費用がかかるので、今はこのね、Google トランスレーターを活用しながらやってるんですけれども、本当はチェックもしたいし、一緒にそのロシアのカルチャーを日本に伝えるっていうのをチームでできたらいいなと思ってます。で、日本の方々にも、良質なコンテンツを、お知らせしたり、またそれ単発だけじゃなくてロシアの文化の流れみたいなものをこう体系的に理解できるようにいろんな情報をまとめてお届けしていきたいと思います。ロシア文化研究会みたいな形で、もし興味がある方がいたら一緒に字幕をつけたりだとか、他にもね、すっごいすっごいインタビューがいっぱいあります。で、なかなか一人で、フォローしきれてないんですけど、この、今年のロシア映画祭 in 東京にどんな作品が来るかっていうようなインタビューだったりとか、いろんなインタビューがあるのでですね、ちょっともし力貸してくださる方がいたら応援してください。あと、まあぶっちゃけ、翻訳費用があれば頼めるから、もしよければこういった活動についてサポートいただける方がいましたら、ぜひ月額サポートや
有料メルマガ、有料はないんだな、なんかサポートをしていただけたらいいなと思います。やっぱり日本語圏だけのカルチャーってとても少ない。うん。で、海外のものを学びつつ、で、そこに交流していくことで、じゃあ次は日本からレナ、映画持ってきてねっていうことになるから、だからそこに日本の最先端のもの、そして歴史的に価値がある伝統芸能も含めて、海外に紹介できるように、できたらいいなと思ってますので、で、そういったチャンスを生かしていきたいと思いますので、ぜひ皆さん、サポートの方、お願いいたします。では、ナタリア・バーリーのフィルム、編集していきたいと思います。I love ナタリア・バーリー。じゃあねー。あ、そう、で、YouTube の方も、ぜひ、登録をお願いします。YouTube の方はですね、目標1万人年内っていうことでやってますので、毎日動画アップしていきます。どこからもない、新鮮な、海外も含めたカルチャー、そしてニュースの読み解き方みたいなものを発信していきたいと思います。世の中ね、ネット時代はね、意地悪ばっかりあるけど、私はできたら本当に美しいものを皆さんにお届けしたいなと思ってます。じゃあね。